ですね、まあ、左足、まあ、縦に仕掛けながら、まあ、縦を切られた時に左足だったり、まあ、左足も切れるんで、そこはまあ自分の持ち味かなと思います。そうですね、ジュニアユースの時も、まあ、ずっとボランチだったんで、でも左足は意識してて、で、まあ、ロングボールとかパスとかは結構左足で蹴ってたりしました。で、まあ、1年通して、まあ、5ゴール5アシストっていうか、まあ、10ゴールぐらいには関わりたいのと、まあ、それが一番の目標で、まあ、試合に出れなかったとしてもそのサブでしっかり結果を残せる選手だったり、点アシストっていう、まあ、数字っていう部分は本当にこだわっていきたいなって思ってます。得点、プロで決めた得点のほぼ全部がペナルティーエリア内での得点なんで、エリア内でのクロスとか横からのボールに、まあ、合わせたりヘディングで、決めたりっていうのは、まあ、多分ストロングで、逆に言ったらそこに何ボールが入る回数が多いチームですので、そこはイメージしやすいな。理想像は、まあ、何でもできる選手っていうのは、そのゴールを取るっていうことに関して何でもできる選手、引き出しが多い選手、相手がどういうふうに対応してきてもこじ開けれる選手っていうのは理想としてます。やっぱりそのゴール前のアイディアというか、まあ、その人を生かして、人を生かすこともできますし、生かされることも、まあ、全然できるんで、まあ、そういうのは一つ自分の特徴かなと思います。あとはやっぱり複数のポジションできるっていうのは一番の強みだなと思ってます。共に J1 昇格しましょう。応援よろしくお願いします。